こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9ライブ配信始めていこうと思います。今回はもう私鉄延長線にバスを路線バスをつく、ですね、解説いたします。いつも通り、Twitch で配信しております。Twitch アカウントフォロー、リポスト、Twitch アカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。 そして、YouTube にアーカイブを載せます。2日後、13日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド and good ボタン please。そしてですね、X の、X は旧 TwitterX のアカウントを持っております。ぜひそちらもご覧ください。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウント、Please follow and リポスト and good ボタン please。ということで、63もこれ右折でいいでしょう。今来ましたね、214番の路線バスが。前回はこのように私鉄長距離線、違うわ、まあ、長距離線ですね、国鉄長距離線のバスを続きと長距離線と私鉄線を結ぶバスを作りました。ただね、作ったのはいいんですけど結構時間がかかったんで、かかるんですよね。信号で結構引っかかったりするっていうのもあったからかな。
今回はどうしよう。今回はこの私鉄駅のところからここと結ぶバスを立てていきましょう。ただまず道路を立てて、で、こんな感じかな。こっちだとこれ無理なんだな。あ、っていうかここが引っかかるのか、この公園が。あ、くっつくことはできるんだけど。こんな感じですね。で、ジオで、一番小さな半径にして、あ、逆だ。これでよしと。これで多分曲がれるんじゃないかな、これだけで。まあ、ここは当然上に上がるんだろうけど、まあ、もうちょっと伸ばしてもいいかな。結構距離あるしな、ここからの。ターミナル駅への道ってちょっとあんまり本数を投入できないような。
まあ、こっちにバス停を置いて、あの小さいバスだけ走らせればいいかな。そういう場合、じゃあどうすればいいかっていうと、どうしよう。で、ここにバスターミナルを置きましょう。ちょっとなんか輪行駅だろう。あ、かなり立ってきましたね。これはもうすぐできそうですね。できたら住宅も建てるといいかもしれないよ。次か、ここだとダメだな。引き込みじゃないタイプだと多分いけると。上に樋口っていうバス停を作ってと。とりあえずこういう感じで1本目は1,2,3,4,5 駅のバスを作ってみるってことになるのか。
で、もう一つ一応つくとこう、この辺かな。桜町、一応悩みますが、この臨港車庫をベースに、今回はバスを2本かな走らせてみたいと思います。ベースはここの私鉄臨港駅ですね。水族館もいいけどな。教会か、教会もいいな。でもプラネタリウムじゃないな、塾でもないし、能楽堂もいいけど、展望台でかいな。まあ、あんまり展望台でかっ、宇宙センター、オペラ座とか、まあいろいろありますね。何これ？恐竜博物館か。もうちょっと山に建てた方がいい。恐竜博物館建てない。やっぱこれだよな。ここだ。反対側にして、でも資材足りるかな。ダメだし、やっぱり資材ダメだよな。簡単に建てられるわけじゃない。うん、レンガ倉庫いいかもね。こうかな。どっちがいいんだろう。こうかな。レンガ倉庫。まあまあいいんじゃないかな。ホテルでも作っとこう。うん、こんな感じかな。で、公共施設一応開けとこう。
残りに関しては感じ。ここ入れるとこれが消えちゃうから入れられない。じゃあまあ店でじゃあカフェとか入れとくといいんじゃないかな。こうかな。あ、ダメだ、資材が足りない。クッカツが足りないみたいなこと言われてる。オフィスビルってこんな感じか。でか、なんだこれ。ロンドンブリッジじゃん。出た、サグラダファミリア。やっぱりタワービルってなんだ、京都タワーか。これはテニス？なんだろう、舞踏場。城郭って書いてるな。ツインタワーでかい、さすがに似合わないな。そういうのはまあ普通にスポーツ施設、スポーツジムでええやろっていう感じで。ああ、でも、ここも足りないんだ、結局。まあまあこの 大型ビジョン付き建物は稼いでますね。ちなみに駅の収入は2316か。こっちは？こっちはそうか、日付変わったから分かんないんだ。これ前日の数字って出ないんかな。経路設定ってなんだ。こういうふうに着回しできんだ。知らんかった。こ
これって機関車じゃない場合ってどうなるんだろうな。まあいいでしょう。バスをひとまず1台ずつ投入しましょう。まず215番に通常の路線バスを投入する。これどうしようかな。まあ、でも215番はこれでいいや。今2時半だな。車庫はどこに置くか。やっぱりここじゃないですかね。で、どうするかな。どっちに行ったらいいんだろう。まずちょっと待ってよ。ストップして右折。あ、じゃあは、いや右折で合ってんのか。左折、で、直進、直進で OK。10分なのかな。5分でいいかな。ちなみに信号は20分の30分。今だったらこっちが直線ですけど、変えないとダメですね。直進で215の発車時間ですね。5時半発にしとこう。20時15分までかな。5時半から20時15分。Thank you.
で、5時半から21時15分で、あ、もうダイヤウィザード、ですね。で、一旦解除しとこうか。ここですね。一旦全社に適用かな。で、3分停車で全社に適用で、これどうなってんだろう。10分か、まあ5分でいいけどね。7分かな、7分にしときましょう。で、ちなみにこの信号は、うん、そうなってんのか。これってここって信号あったっけ？信号は別にない。こんな感じかな。で、一応全車直進っていうことをしとこう。まあ高速バスもいずれ走らせないといけないですよね。で、ここも3分停車で一旦は全車に適用で、右折、左折かな。このバスについては、で、左折、右折で、215は折り返し。うん、っていう感じですね。まあ、折り返してもいいけど、一駅延長してっていうのもありかな。でもまだ折り返す列車がないんで、折り返す停留所がないんで、まだ止まらなくてもいいかな。
でダイヤウィザードに戻して、待ちましょう。さあどうなるか、右、3分停車ですよね、これ。ここ忘れてた。5時59分、6時22分ですね。で、当然これ右折になるのか。で次に左折、まだ赤なんで待たされます。で、折り返しの10分のはず。6時23分33分だよな。ちゃんと折り返しになってくれてる。ちゃんと3分停車で6時48分かな。直進で進んでいきます。なんか比較的順調ではありますね。ここ信号運が多分いいと思う。6時59分7時2分か。これ左折だよな。左折で車庫に入る。車庫一回こうしないといけないからな。7時19分。これ7時半まで出られないです。でこちらで7時47分48分かもしれない。ここ5分停車だったよな。53分かな。で
ああダメだ、ぴったり間に合わなかった。8時15分前待たされるということで、信号運は良かったものの車庫の運がなかったな。ということは、2時間45分か。5時半から21時15分だっけ？じゃんか、20時15分だ。これって本数的にはどうなんかな。運行時間は1往復でいうと2時間45分か。11時間ですね、4往復すると11時間、11時間の5時間半だから16時間半、 6往復だな。5往復したら13時間45分だ。13時間45分ってことは19時15分か。5.5往復だな、これ。5.5 往復。うまくいけば6往復だけど、一応 5.5 往復かなと思います。5.5 往復ということをしときましょう。この5.5往復ってどうなんだろうな。ちなみに210、臨港駅の区間バスの半分ですね。
ちょっと見せましょう。こんな感じで2時間45分で、で、首都回り2時間45分なんで、で14時間45分なんで、実動時間が 5.5 往復と、まあ、もうちょっと走らせる時間延長してもいいかもしれないけどな。まあいいか。まあな、22時ぐらいまでは営業してもバチが当たらない気がするけどな、この辺だったら。でも22時ぐらいまでかかるかもしれないか。作ったホテルが待ってますね。ホテルと車庫です。さあ車庫に入っていきます。折り返しですね。レンガ倉庫が待っています。角地はしっかり確保ですね。美味しい角地は。はい、ということで追跡モードに変えましょう。こんな感じで通常のバスになっております。
さてと、確かミニバスがどっかにあったと思うんだけど、ミニバスはどこだろう。日照権を侵害してる感じはあるな。高速バスなどが走っておりますね。ショート表示で、コミューバスってどこだ。ここにコミューバスが走ってる。どこだこれ。地下鉄線だ。120コミューバス。地下走ってんの？なんで地下走ってんだコミュバスが。え、なんでなんで。しかもケータンコミュバスじゃないですか。なんで。あ、なんかルート間違ってる？ひょっとしてやらかした。撤去撤去。120番。え、この120番のケータのコミバスってどういうルートだっけ。ひどいな。ここで立てて、てまあ一旦セーブだな。これで、え、ちょっと待ってよ。ケイタンのコミューバスってここに入れるよな。まずは
タイヤウィザードで走らせよう。左折するんだ。あ、なるほどね。まあこれはいいでしょう。で、まっすぐ。なるほどね。まあこれもいいや。で、まっすぐ。あれ、右曲がるんだ。まあ、右曲がるのは多分ここに寄るからなんだろうな。あれ、直進になってる。で、左折になる。まっすぐ行く。まっすぐなんだこれ。えらい長いなこのルート。で、左折する。ん？また左折してこの駅に寄る。直進で、あ、左曲がる。ん？左曲がるとまずいんじゃないの？これループしちゃうような。ここを右折しましょう。まっすぐだろうな。ん？で、まあまっすぐ。あ、10分待たんでいい。直進か。まあどっちでもいいんだけど。まあでも普通に考えたら左だろうな。で、直進で10分停車。右折で、左折で、左折で、左折で、またここに戻ってきて、右折して。ここは22時なんで、このまま車庫で休むという感じのループってことか。 OK、OK。 じゃあ121で同じ色のコミュバスを購入しましょう。このコミュバスで、まあ、走らせるってことですね。さあ、どういうルートをたどるかですね。
まあこっち回りで回るんだったら逆にこう行ってこう行かせた方がいいよな。つまり121はここは左折だ。はい、121はここは左折 でここは当然右折、ここは直進ってことか。でここはどうしようかな。まあ本当はここをバス停作ってもいいんだけどな。まあ右折だろうな。あでもさ、駅止める意味ってそんなにないよな。でここちょっとね、引き込みじゃなくて直進の目をつくとこう。でバス停名はもう決定ですね。スクエアだったっけ。六本木ケータンミッドタウン。右折してここも右折してで全部3分停車で停車適用してここが啓太東 B、 これが東 A ですからね。でここを左折、ここを右折、3分停車かな。でこの辺は120も同様と。で、121に戻って右折して渡って右折して
ただこう結構こうかな、で右折してここも右折かな。で、携帯駅西口10分だけど、7分でいいや。120ってどうだっけ？ 5 分か。じゃあ5分だな。うん。で、ここも西京丹も3分で、直進こっちや左、で以下はここに停留所を作ればいい。1つか2つかな。1つでもいいし2つでもいいや。インターチェンジに見せかけてインターチェンジじゃないよな。立教って言った方がいいな。なのでこっちにつけよう。ああそうか、こっちがそうか、これはこうじゃないんだ。これまっすぐでこうなんだ。で、桜町を通って、まあでも一応これはこれでいいかな。まっすぐ直進で、121は右折で、まあ左折で、発車時間があって、9時50分かな。10時20分までだな。
でこれまっすぐだからで、3分で OK。で最後私鉄の10分じゃないな、7、5分でいいや。そうしないとちょっと大変だからな。で桜町だろうな。あーこれでここにやってきたところで。引き込みじゃなくて直進でいけるかな。あ、ダメか。わずかに。あ、入れ合うわ。OK。西慶丹 A だよな。
まあ、120はこれ通過でいいよな。基本やっぱり3分停車なんだけど、121は停車するけど、120はこれ通過でいい。21は3分だけど、直進で右に曲がってここだ、ケータ東 B だ。左だっけ、左だな。まあでもこのぐらいの距離なら両方止まっていいだろうな。左に曲がってまた陸橋を越えて右に曲がるとバス停122があるんだけど、これはあくまで入れないで、そのまま京丹駅西口へ着くってことですね。速ビルも稼いでんな。で右曲がって20の、あ、もう休んでるわ。まあまあこれはまあまあ儲かってるか。
21はまっすぐと。でそしてまた車庫に戻ってきて、っていう感じか。立教、これ何時今？2時40分か。3分停車だろうな。まあ何分？ 5 時。あ、ここストップしよう。車庫に入れないとダメだな。車庫に121を配置。で、ダイヤウィザードですね。
さあスタートです。まあ、真っすぐですね。これはで、ここ5分停車します。6時12分6時17分か。3分停車、立教前ですね。6時46分の6時49分だろうな。コミュニティバスは普通のバスに比べてスピードが遅いです。ここは難点ではある。7時14分ここで、高架を越えていきます。コミュニティバスしかこの陸橋は越えません、今のところ。で、ミッドタウンにやってまいります。ミッドタウンはこのコミュニティバス専用の駐車場じゃないバス停です、今のところ。で、右に回ります。携帯東 B か。8時25分8時29分ですね。左折ですが、さあ、これコミュニティバス同士が行き交います。建設でまたあれですね、陸橋を2回目渡って、右へ行って、
7時47分か。1時間以上かかってますね、ここ。しかも信号に引っかかりました。運悪く。さあ、もう一回コミュニティバスが来ております。10時15分16分かな。これ左折します。で、右折ですね。桜町です。桜町と言いつつまだ住宅がポツンと建つだけですが、10時46分かな。また信号に引っかかりましたね。どんだけ運ないんだ。で、これで一周回ったんじゃないかな。11時20分。11時35分ということで、5時間45分一緒にかかってますね。ではちょっと車窓を見て、車窓モードに切り替えてみましょう。燃焼表示。121番か。Thank you.
4時間45分ってことは、3往復かな、多分。2往復が11時間半だから、残り3時間だしな。まあ 2.5 から2.5 から3往復っていうとこでしょうね。さあ、今車窓をご覧いただいております。今ケーターの多分市街地を通っているとこですね。交差点が多いとどうしても引っかかっちゃいます。銭湯が見えますね。右側銀行でしょうか。コミュニティバスが見えます。何か右側右折優先なんですよね。直進優先じゃなくて。さあ陸橋を越えまして、西側に移ってまいります。京丹駅の西口へと移ってまいりますが、ここはバス停名つけてなかったはずです。でここで次のところで右へ曲がると京丹駅の西口ですね。ここはなんかちっちゃいロータリーがあるのみです。ロータリーとも言えないぐらいの規模だよな。今何時だろう。15時23分か。2往復目の後半に入ってますが、さあ西京丹の A のバス停へ到着。うわあ、左に曲がります。陸橋を通らずに桜町方面に向かいます。
倉町はまだあんまり開発されてないんで、開発敷地が多くあります。桜町バス停に到着。まだまだ広がってますね、土地が。田んぼもありますか。で右に曲がって林口の車庫、これが2往復目になります。16時21分か。つまり次が16時35分だから5時間かかってますね、2往復目は。ん？5時間やった？5時間かな。そうですね、5時間ですね。あれ5時間なんだ。5時間は結構早いかも。で、リンクそのまままっすぐ行くとレンガの赤レンガの建物がランドマークになっており、その先に林口駅が見えてきます。向こう側に建築中の超高層ビルが見えてますが、ちょっと隠れてますね。ということで、あとは3往復目ですに行きますが、もう夕方が止むんで、あってもこれが最後になるんじゃないかな。追跡。私鉄線乗り入れてきた快速急行が今入ってますね。10両編成です。優等列車ですが延長線内では各駅停車です。ということで、こんな感じでコミュニティバスが入ってくるという感じですが、お見せしましょう。ここで121番で入れております。で5時間50 45分ですね。こんな感じで
結構時間かかってしまうので3往復もしかしたら 2.5 往復かもしれないってとこですね。215番とともに知っております。はい、ということで、夕暮れの街の中を コミュニティバスが進んでいきます。はまあ銀行とかケータンのいろんなとこを回って回遊するっていうような感じになりますね。まあ路線バスも普通に輪行ケータンを結ぶ一直線結ぶ最短距離で結ぶ路線バスもあってもいいんじゃないかとは思うんですが、それはやっぱり鉄道の役割、こういうふうに回遊して回って客を集めて、鉄道駅で鉄道にバトンタッチ鉄道に輸送バトンタッチするというのがこのバスの役割ってことになります。そういう地味な裏方の役割でありますが非常に重要なので、輸送の都市の移動の一役を担っているということになりますね。はい、ということで、今回は以上になります。と言いたいとこですが、どうしようかな。一応道路だけ作っとくか。降りた後で ここにバスターミナルを置けるんじゃないの？どうかな？置けると思うけどな。ああ、ダメだ。バスターミナル置けないや。じゃあまあ普通に引き込みのバス停を立てて、別のとこにまあバス停を置くような感じなのかな。
広告宣伝になった場合が問題だよな。例えば副曲線でレールをこうレールを あダメだ、鉄道が入れないからな。こっちの方がいいのかなと思う。でこれだったら こんな感じか。まあ、とはいえこれだったらバスターミナルは作れないだろうな。無理ですね。これが多分線路がなくても無理だ。ホームに引っかかっちゃうやな。なんで、まあ、普通引き込み線でいいや。こんな感じか。で、こんな感じかな。で、こんな感じで、で最後こんな感じになるんだろうな。
逆にこっちに下ろしてこっちを本線にしてもいいかもね。時間がかかっちゃうからな。こうなっちゃうのか。こうだろうな。ただし、ただし、ちょっと地下1階に潜って。っていう感じかな。潜れないんだこれ。ちょうど占領されちゃってて、もうちょっとこっちを潜れないから場所が悪いな。仕方ない感じだな。資材工場の資材工場や資材置き場の
撤去を行おう。ちなみに、なるほど、こうなってる。資材の置き直そう。これで、多分地下に潜れるんじゃないかな。あ、潜れない。もうちょっと地下資材置き場が。マイナス10メートルしてるよね。入れない。ってことはちょっとこれ多分こんな感じに、ダメだ。これだと、こんな感じだな、連携するような感じで。次回はこの中に、中のところのバスを作っていきたいと思います。この辺をもう一ランク上げます。こんな感じかな。で、公共施設を撤去を、あれ？できない。なんで？
できたできた。一応ここは置いといて、ここだけつなげましょう。で、次回はこれのここをするっていうような流れかな。なんかヘリが飛んでますね。感じか。一応井桁上に道路も整備しました。ここはまだ整備されてないけど、いずれはここも整備していきたいと思います。大丈夫かな。いけてますね。貨物なんでここ止まってるんだろう。あ、出発した。これ何番だっけ。ストップ。200番か。いや、通過ですよね。2番は通過になってない。通過にしないといけないんだ。これでバグ修正を行った。なんだこれ、なんか並んでる。またここか。ここばっかりだな。要するに、これがもう、251番が限度に来てるんじゃないかな。251番は、まっすぐ行ってここ左だけど、ここ右行ってるけど、ここもまっすぐ走らせた方が良さそう。あ、そうするとこっちになるのか。
じゃあ左ですね、左に分岐して、うん、これでいいと思うんですよ。251番は。反転。あ、ケータンってちょっと長いからな。施設穴受けまで延長するか、もしかしたらサイで止めるような走りしてもいいかもしれない。これだけ結構長距離だからな。
なんか建ててますね。どんどんビル建てていくな。ここの発展度はすごいな。うん、ここにもビルが建つ。どんだけビル建てようっていうのか。高層ビルが建ったりするからな。まあニョキニョキ生えていきますよね、ビルが。30万突破してますね、人口はついに。もっと住宅増やしてもいいかもしれないよな。バスとトラックの数で約半分かな。半分じゃないな、300行けるから、まだ4割強ってとこだな。列車数はまだ82あるんで、全然列車数は多くない。駅134駅もあるんだ。駅の方が多いんだな、列車より。あ、まあそりゃそうか。鉄道小利益がなんか赤字になってるやな。ああ、電力会社利益が、施設利益が赤字になってるだけか。小利益は黒ではあるんだが、電力会社の利益の方が美味しい。あんまり黒になってない。いや、多分いろいろ作ってるから、鉄道施設とかバスの施設とかで赤字になってるだけで、まあ鉄道の売上費用を見てても全然赤字ですからね、バスも含めて。子会社はまあ稼いでるから全然いいんですよ。とエネルギー情報を見てみよう。まだまだ全然、電力総発電量に比べても電力需要は全然足りてるんで、まだまだいけますね。地熱発電が本当に強い。核融合もかな。あ、核融合はないんだ。はい、ということで、阪急がある、からぶつかってはいないみたいな。
全然大丈夫だな、この辺も含めて。地下鉄も問題ないし、地下鉄も2の線目作っとくといいかもしれないけど、ここ鉄道、地下鉄ってここまでなんだけど、この先ですね、ここら辺をに伸ばしたいとこですね。この辺かな、この辺に伸ばした上でさらに私鉄線との接続も考える。こっち側からこっち側ね、こう行く2路線に分けてもいいかもな、もしくは合流させるとか環状線にしたりして、ここから伸ばしてもいいしな、全然。はい、ということで、次回はこの区間の真ん中のバス路線を、作っていきたいと思います。果たしてどのようなバス路線ができるのでしょうか、お楽しみに。ということで、今回はここまでとなります。
ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。Please my ツイッチアカウントフォロー、Please。アーカイブは YouTube でもアップロード、YouTube でも残します。2日後、3月13日21時頃からアーカイブ配信予定です。ぜひそちらでもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、ご覧の通り、バス路線の整備を今回は行いました。次回はこの井桁城のところのバス路線の整備をやって、この延長線シリーズは終わりとしたいと思います。まあ本当はこの高速道路ですねの整備もやって、高速バス路線を整備するっていうのも残ってるんで、それをやるか、さっきの地下鉄線の延長をやるかっていうのは、どちらかをやろうと思っております。はい、見ていただいてありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。